皆さんこんにちは。今回は、カルビで最近買って美味しかった&良かった商品教えて、といったトピックをご紹介します。カルビのトピックは定期的に立てられるのですが、直近1年のトピックから抜粋しています。早速ご覧ください。最近引っ越したのですが、近所になんとカルビがあります。片付けが落ち着いたので、今週カルビに行きます。リピーターの皆様のおすすめ商品をぜひとも教えていただきたいです。コーヒーゼリーが本当におすすめです。私もこれ好き。ちょっとお高いからご褒美デザートにしてます。結構お腹いっぱいになるよね。小袋のジャリジャリの砂糖かけたら美味しい。気になってはいたけどちょっとお高いから保留にしてたの。今度買ってみるね。美味しそう。お高いのか、でも一回食べてみたい。今日カルディ行ったから買ってきた。ポーションのミルクが足りないから、牛乳かけて食べてる。美味しそう。知らなかったから教えてくれてありがとう。マツコの知らないコーヒーゼリーの世界でおすすめされた直後から、うちの近所は長いこと売り切れてた。美味しいけど、普通に美味しいって感じでした。私はトマト缶をおすすめします。買ったことないんだけど、スーパーで売ってるトマト缶となんか違うの？30円ほど安い。味は変わらないかな。カルビのトマト缶は安いのに頑張ってると思う。近所のスーパーの同価格帯のトマト缶なんて、トマトジュースにトマトの破片が浮かんでる感じ。定期的にトマトソース作るんだけど、カルビのホールタイプが一番コクがあって美味しくできるよ。皮がついてないから口当たりがいい。前にどっかのスーパーのプライベートブランドを買ったら、皮がついたままでゴソゴソしててすごく美味しくなかった。カルディじゃなくても皮なしトマト缶いっぱいあると思うけど、いちいち冒険する気になれないからカルディで落ち着いてる。そのトマト缶と冷たいトマトパスタソースの素、混ぜると美味しいよ。私はパスタでなくそうめんで食べてます。トマト缶減らなくて困ってたから、このパスタソース買ってみます。教えてくれてありがとう。シナモンロール。シナモンロールは当たり。さらにレンチンしたら劇的に美味しい。これ気になってたの。もうすぐカルディ行くから買ってみる。これいくらですか？税込み286円ですよ。私安くなってる時に買いだめしてる。これめちゃくちゃ美味しい。レンチンしたらほわほわで本場のシナモンロールじゃないかもだけど、とにかく美味しい。缶に入った甘じょっぱいピーナッツ。食べる手が止まらない。カルディのオリジナルではないけど、普通のスーパーでは売ってない。カノウエイコーがおすすめしてたニラダレ。ピリ辛でめっちゃ美味しい。ご飯にかけてバクバク食べてます。美味しいですよね。在庫切れが多いから見かけたら2個買ってます。私は豆腐にかけて食べるのが好きです。パラダイスティー。美味しいよね。今日ちょうど買ってきたとこです。毎回お店で買ってるけど、そろそろオンラインショップでまとめ買いしようか悩んでる。カルディのエコバッグ、価格と持ち手の長さがちょうど良くて私的には一番使い勝手がいい。ロゴが剥げてしまうのが難点だけど、安価だから仕方ないのかも。私もカルディのエコバッグ大好き。全色揃えたいくらい。2023年の頭に2500円以上買い物するともらえたミニエコバッグ。この小ささが焼きたてパン屋さんなどでちょうど良くて重宝してます。大きなエコバッグはたくさん持ってるけど、小さくて使いやすいのってなかなかなかったので、これ販売してほしいなと思ってる。サイズがちょうどいいのわかります。私もこれすごい重宝してる。大きくないサイズだけど間違があるから、平たい弁当とかお寿司とか重ねて入れられるし、その上にケーキの箱とか乗せても大きさ的に安定するんだよね。私ももらった口だけど、誰でも買えるものではないんだね。ますます大事に使わねばだわ。バレンタインのスポーツバッグ可愛くて購入。バッグにカラビナ付きだから何に使おうかなと思ってる。中のチョコも美味しかったよ。食べるクッキー&クリーム。めっちゃ美味しいです。ナッツとキャラメルって美味しくないはずがない。シナモン苦手だけどこれは少し入ってても最高に美味しかった。バニラアイスに混ぜたり、パンやパイ生地につけたりそのままいっちゃったり。日本人好みのいい味してた。甘いけど美味しかったです。テレビでも紹介されてました。これ絶対に美味しいやつじゃん。買ったよ。美味しいよね。これはパンとかに塗るのではなくそのまま食べるの？もうデブの元って感じだね。潔すぎる。美味しそうだけど、カロリー気になる。ドキドキする。食べなくてもわかる。これは絶対に太るやつ。
パンに塗るコーヒーホイップクリームを何年もエンドレスリピートしてる。おーおー、同志がいて嬉しい。最近見ないんだけど上下2段で20本くらい入ったパイ。シュガーノとアプリコットのあるけど、私はアプリコットが好き。通年商品にしてほしい。てかずっと見てないけどまた入るのかな。プルプルとろりん滑らか杏仁。これ美味しい。一時期買いだめしては毎日食べてて相当太った。今冷蔵庫に4つある。パンダのパッケージ可愛いよね。杏仁豆腐のパウンドケーキが好き。たまにしか売ってないからあると嬉しい。杏仁豆腐水って何？これは水じゃなくて氷だよ。氷化キャンディーです。味は杏仁豆腐だけど、氷化だからさっぱりしていて罪悪感なく食べられる。コーヒー杏仁豆腐もおすすめします。美味しそう。でも食べたいけどデカすぎる。え？こんな形になる？軽く加熱した後に好きなカップとかに入れればできるよ。コーヒーがあるんだ。今度絶対買う。パックのオリーブ。美味しすぎて衝撃受けた。オリーブ好きでいろいろ食べてきたけどこれが一番。美味しいよね。たまに賞味期限短いとかで安くなったりするからその時大量買いしてる。良き情報。ありがとう試します。北海道炭酸水美味しい。箱買いしたら店員さんに惹かれました。あとパクチーのポテトチップもおすすめ。美味しそう。買ってみる。店員が引くなんて。買ってくれてありがとうございますだよね。この炭酸水はおいくらでしょうか？確か1本110円くらいだったと思います。それを1箱24本まとめ買いしました。いちご味は期間限定らしいので今は売ってないかも。チェリーシロップがめっちゃ美味しかった。ソーダで割ってひたすらジュースにして飲んでた。綺麗な赤いソーダになるしテンション上がりまくってた。ブルーワインセットのクリスマスカップが可愛い。2023年はブーツ型だった。お酒一滴も飲めないので買うの躊躇して足らなくなってた。これ可愛い。え、可愛い、欲しい、買うわ。今年クリスマスシーズン見つけたら絶対買います。ガルちゃんで見たビリヤンに、初めて食べたけどめちゃくちゃ美味しかった。ただ私はこれにレトルトのバターチキンカレーとプレーンヨーグルトで作ったライタも別添えして食べたから、これ単体の美味しさじゃないかもだけど。裏面の作り方じゃなく普通に炊飯器で作ったけどうまく炊けたよ。鶏白湯の鍋つゆ。これ今食べてるけど、むちゃくちゃ美味しいよ。買ってみよ。カルディの鍋つゆは柑橘系のしか試したことなかったから楽しみー。柑橘系はスープみたいにしてる。さっぱりしてて美味しい。名古屋コーチン 0.3% なら、他は何なのと思ってしまう。私は火鍋の素をおすすめする。行ったら必ず3袋買うようにしてる。何度リピートしたかわからないくらい食べてる。2、3人前と書いてるけど、いつも一人鍋や。これ、気になってました。具材は何を入れるのがおすすめですか？気になっていたならぜひお買い上げください。野菜はスタンダードに、キノコ類や白菜など何でも入れて美味しいですよ。厚揚げなども。最近は豆もやしにハマっているのでもしゃもしゃ食べてます。ちなみに豚でも鶏でもエビでも牡蠣でも合いました。粗挽きの唐辛子を少し加えて辛味調整したり、鶏皿にニンニク入れたり、今度トッポギ入れてみようかなと思います。締めはちびまる子ちゃんの鍋用ラーメンが美味しいですが、これまた2、3人前なので、お腹パンパンです。買って食べてみてくださいね。一人鍋するときは、この素を全部使いますか？300ミリの水に液体を混ぜるから、一人用鍋にちょうどいい。大きい土鍋だったら2袋いる感じ。海苔の鍋つゆめっちゃ美味しかった。鍋が真っ黒になるのも楽しかった。これ昨日行って買うか迷った。美味しいなら今度は買ってみよう。締めにご飯とチーズ入れたらめっちゃ美味しかった。これめちゃくちゃ美味しかったけど、小学生の子供がお腹壊したから、消化しにくい人は気をつけた方がいいかも。この商品買うかどうか迷いました。磯の香りはするのでしょうか？しますね。海苔は細切れになっていて、お鍋が黒く見えるほどたくさん入っています。見た目は真っ黒でインパクトがあるのですが、磯の香りが好きな人には本当にたまらない香りだと思いますよ。これ見て買ってきて今日食べたよ。家族にも大好評でまた買ってきてって言われた。教えてくれてありがとう。瓶に入ってるナッツソース。食べるラー油みたいな感じ。うちは豆腐やおかゆにかけてるけど、ラーメンに入れても美味しいと思う。カルディは入れ替えが多いから、次行った時になくなってるのも結構あるんだよね。これはなくならないでほしいな。
私も食べるナッツソースシリーズを買ってる。チャーハンに入れたり納豆に入れたり万能ですね。美味しいけどなかなか使い道なくて困った。今度試してみるね。パーティーチョークとドライトマトのペースト。これをクラッカーにクリームチーズと一緒に塗ると美味しい。ワイン好きな人にはおすすめです。美味しそう。おいくらくらいですか？そんなに高くないです。400円くらいです。ありがとうございます。安い食パンでもリッチな気分になれるオレンジマーマレードジャム。高級食パンだったらお口がパーティー。お口パーティーにしたい。お口がパーティーって、かわいいね。苦味はどうですか？程よい感じ？これはそこまで苦くないですよ。甘すぎず爽やかな味わいだと思います。ジャムなのに、そのままでもバクバク食べれるほど美味しいです。おすすめですよー。三温糖きなこねじり。これは間違いない。いつも品薄。これ本当に美味しい。少量パックがダイソーで買えるよ。ガルちゃん見ながらこれ開けると、気づくと袋が空っぽなやつ。中毒性ありますわ。王道だけどティムタムはやっぱり美味しかった。まさに昨日買った。キャラメル味最高。冷凍のクロワッサン。オーブンで焼くから焼きたて食べれる。ふわふわでバターの香りが良くて、日曜日の朝の贅沢にしてる。ビャンビャン麺、辛くて美味しい。初めて見た、めっちゃ横に広い麺だね。昨日見た。辛いの無理だ、やめとこう。おーすごい。一度体験したいから買うね。もう3袋食べました。タレに豚ミンチ 100g 炒めて足して、茹でた小松菜を添えてます。私は辛さが足りないので桃屋のしびれと辛さががっつり効いた、マーラー香油っていうのをかけて食べてます。茹で時間長くて買うのためらってた。でも皆さんのコメント読んでたら、挑戦したくなりました。今度買います。しじみの味噌汁。味噌とだし、具が2つの袋に分かれてるやつ。これとご飯さえあればとりあえずなんとかなるので重宝してる。もへじシリーズいいよねー。かりんとうと、きなこはよく買います。昆布茶おすすめ。サラダやパスタの隠し味として大活躍。もへじの柚子胡椒美味しい。パウチだから使いやすいし。私はもへじのドレッシング買っています。なんていうドレッシングですか？いろいろあるので。サラダの旨タレです。子供が大好きで、ここ6年くらいずっとこれ。うちのサラダも旨タレ使ってる。子供たちが喜んで野菜サラダを食べるようになったよ。豆乳ビスケット好き。期間限定のも好き。いちごとか桜とか。すぐ売り切れちゃうけど。期間限定の塩キャラメルとレモンが好き。いちごも美味しかった。コーヒー豆チョコレートミルク。これ好き。中にコーヒー豆が入っていてチョコの甘さと、ほろ苦のコーヒー豆が絶妙なハーモニーで美味しい。私も一時期これにハマってました。今はマンゴーチョコレート、こっちに夢中。ドライマンゴーのチョコがけは毎年寒くなる時期にしか売っていないので、まとめ買いしてます。マンゴーチョコレートは昨日買って今日食べました。お値段の割に内容量少なすぎた。でも美味しかったから次はまとめ買いする。コストコでドライマンゴーのチョコがけ買ってるけどとにかく高いのよ。今度これ買ってみる。フライドガーリック。これこの間買ってみたのですが、どういう風に使えばいいのかわからずでしまってあります。おすすめの使い方教えてください。うちの家族は何でもかんでもかけてます。スープ、チャーハン、炒め物などなど何か物足りないなと思った時に食卓に置いてある。これに手を伸ばせばいいアクセントになります。ちなみに私は白米だけでもいけます。スープやチャーハンに使えるんですね。やってみます。ありがとうございます。カレーにも合いますよ。カレーですか？意外。カレーでもやってみます。トリュフドレッシング買ってるよ。おすすめ。これに少しお醤油足して自家製ローストビーフのソースにしてる。高級な味になる。エマルジョンドレッシング。これ美味しい。ナシゴレンの素ってどうですか？気になる。ナシゴレンはお弁当で食べるのにハマっていて、行ったら豆に購入してストックしてます。この素を使えば、余った野菜と冷凍むきエビで本格的なナシゴレンができるし、時間がない時でもすぐ作れるから超愛用中。パンチあって飽きない味。ナシゴレン大好き。時間があったら目玉焼きも乗せちゃう。最高すぎ。ありがとう。買ってみます。エスニックカレー系が気になってます。おすすめあったら教えてください。ロイサイグリーンカレー。レトルト感が全くないし値段もお手頃。これ、大好き。下手なお店より美味しい。
パックのグリーンカレーやレッドカレー。二人暮らしにはちょうどいい。カレーだったらインディアンのカレー濃いですよ。手作りカレー好きだから気になる。やっぱり日本の味とは違う本格的な味になる？スーパーの一番安いカレールーでも、高いルーみたいな味になるよ。インディアンカレーパウダー。カレーの仕上げにこれ少し入れるだけで本当に美味しくなるよ。79円のトムヤムクンラーメン。スープがクリーミーとすっきりの2タイプあって、どちらも美味しい。トムヤムクン大好きだから今度買ってみよう。情報ありがとう。シチリアンレモネードベース。この前店員さんに、牛乳で割っても美味しいですよっておすすめされて、そんなわけないでしょって思いながら作ってみたら想像以上に美味しくなかった。炭酸水で割ると美味しいよ。美味しくないんだ。想像以上に美味しかったの流れかと。私もこれ。今年の夏は暑かったから、炭酸水で割って氷入れてキンキンに冷やして飲んでた。私もこれ。炭酸水で割って飲んでる。あと、邪道かもだけどビールに入れて飲んだら飲みやすくて美味しかった。私は人工甘味料がダメなのにうっかり確かめずに買ってしまって、炭酸割りは飲めなかったけど、赤ワインで割ったらサングリアみたいになって美味しかったです。ハロウィンの時期に出てたブルーベリーラムネ。パッケージの黒猫かわいい。何これかわいい。見た目のかわいさ、水色も青で綺麗で、味も良かったから来年もあればまた買いたい。上海焼きそば。一手間かかるけど美味しいよ。肝心のコーヒー買ったことない。普通に美味しい？高い？カルディのコーヒー豆いくつか試したけど、深入りで酸味がないのが好きでマンデリンフレンチにたどり着いた。他のお店のコーヒー豆も試したけど、本当マンデリンフレンチが私好みでずっと買わせてもらってます。でも、他の商品もそうだけど最近どんどん値上がりしてきた。普通にコーヒー美味しいよ。絶対にここで買う、ってほどではないけど寄った時は3回に1回くらい買うかな。毎週来る友人にコーヒー出してるけど、カルディの出した時今日のコーヒー美味しいって言われた。毎日飲んでるとわからない。ちなみにスプリングブレンド。スプリングブレンド好き。クリスマス時期しかないノエルとか美味しい。クリスマス時期に出るノエルは本当美味しいよね。濃いめでコク深くて甘いお菓子と合うと思う。店頭でもらうコーヒー、コーヒーも美味しいんだけど、このシュガーパウダーが美味しいんだよね。コスパ考えると継続購入はちょっとって感じではあるけど、これ入れたらクリーミーでめちゃくちゃ美味しくなる。このシュガーパウダー 600g 入ってるから使い切れるか心配だったけど、すぐなくなっちゃったよ。これ入れないと物足りなくなった。一回に入れる量もまあまあ多いからすぐなくなるね。でも本当に美味しいのよこれ。この大容量の方が得かと思いますが、今日カルディ行ったら使い切りのスティックタイプもありましたよ。チェックしてみてください。チャイ？粉末って美味しい。他では売ってないから貴重。カルダモンパウダーとジンジャーパウダーを追加してホットで飲んでる。自分もいろいろインスタントのチャイを買うけど、香辛料が薄くて、シナモンとグローブを追加してる。オレンジ色で象の書いてあるやつ？結構本格的で美味しいよね。甘すぎるけど。ロイヤルミルクティーベースが美味しかったよ。紅茶と砂糖だけで余計なものは入ってないからべっちょりしてない。これお店の味のロイヤルミルクティーですよね。加藤が最近新しく出たね。加藤の方が好き。加藤出たんだ。知らなかった。教えてくれてありがとう。今度買ってみるね。コーヒーベースも好きです。私は無糖のやつが好き。炭酸で割ってティーソーダにしても美味しかったです。ブラックペッパーのホールの詰め替えが安いよ。いいこと聞いた。サンキュー。ハルミチーズ、グリルチーズ。このチーズ探してたんだけどカルディにあるんだ。今度探してみます。ハイジが暖炉の火で炙ってパンに乗っけて食べてたやつ？ハルーミチーズはギリシャのチーズで、フライパンやグリルで焦げ目をつけて食べるチーズなので違うかと。確かハイジに出てくるチーズは、ラクレットやグリュエールというスイスのチーズがモデルだと言われていたはず。グレープフルーツの缶詰。シロップも飲んでしまう。わかる。これで杏仁豆腐作ったら美味しかった。たくさん入ってるし美味しいですよね。夏場大量買いして、タッパーに半分ぐらい分けて子供の週末スポーツに持たせてます。試合と試合の間とか、暑くて食欲ない時に食べやすいみたい。コストコのグレープフルーツカップと同じ味で美味しいね。あれ美味しいよね。最近は店舗の前に出てることが多いね。
原産国が恥ずかしながら知らない国で、自分が無知なだけでたくさん国があるのだなぁと学びになりました。聞いたことのない王国産で買う勇気なかったけど、美味しいんだ。試してみる。どこの国だろうと確認してみたら、発音が気に入ってた、S はケニさん。ちょっと前まで別の国名でしたね。王様の国。今度買ってみよう、楽しみ。レーズンかりんとうが最高。ワンランク上の味わい。かりんとうの中で一番好き。ワインだよワイン。キャメルファームのやつ。給料出るたびに買いに行ってる。紅茶クッキー缶。かわいいよね。これ人生で初めてこの缶欲しい、と思ったんだけど白が人気でどこも売り切れだった。カルディのオンラインストアに在庫ありますよ。これ持ってます。リプトンのティーバッグ入れにしてる。めっちゃ可愛くてお気に入り。スカイフレークスっていうフィリピンのお菓子なんだけど、クラッカーの間に練乳クリームが挟まってるお菓子。塩っ気もない無味なクラッカーと練乳クリームがめっちゃ合っていて甘すぎずとても美味しかった。カルディで買ったので見つけたらぜひ食べてみてほしいな。美味しそう。と思ってネットで調べたけど在庫切れだった。残念。冬の新商品かどうかはわからないけど、フレーバーコーヒーのヘーゼルナッツが美味しかったよ。最近ザクザクイチゴミルフィーユっていうパンに塗って食べるスプレッド買ったんだけど、美味しかった。久しぶりのヒットだった。気になってたからレポ嬉しい。黒、麻婆豆腐の素。麻婆豆腐の素の中で一番美味しい。大好きすぎてストックしてる。これって山椒強いですか？香辛料がしっかり効いてるので普通の麻婆豆腐の素より山椒も強めかも。辛味もあるのでお子さんいるご家庭とかだと厳しいかもしれないです。本格的な大人向けの麻婆豆腐です。そうなんですね。丁寧に答えてくださってありがとうございます。広東風ビーフン。これすごくおすすめです。簡単に作れるし安いし美味しい。必ずストックしてる。私はこれのパッタイ風が大好きで週2で食べてます。パルパルの燻製シリーズ。チーズ、ナッツ、いぶりがっこのオイル漬けが最高だったけど、冷蔵コーナーにたまにしかない。さてトム。卵かけご飯とサラダにかけるのがめっちゃ好き。夏場だけ登場するサルサソースの素粉末。トマトと混ぜるだけの手軽さで美味しいよ。生春巻きに入れて食べてる。ホットドッグや鶏のグリルにも合うよ。あとグリーンカレーの素もよく買う。パックの液状のやつじゃなくて、ペースト炒めて作るやつ。青いニンニクラー油が美味しかった。ご飯に乗せてもパスタに絡めても美味しい。最近売り切れの店舗多い。この前モールに行ったらちょうど入荷してて、一人一点のポップが貼ってあった。チャーシューはレンジでっていう商品買ったけど、美味しかったよ。胡椒。ガリガリ回すタイプの、結構好き。普通の料理に使うのに加えて、たまにポテチにもかけたりする。ハニーマスタードのプレッツェルみたいなやつ。ナッツも入ってて美味しくて止まらん。この間小さいサイズ買ったけど秒でなくなった。今度大きいの買う。このプレッツェルバーク止まらなくなる。わかる。これは罪な味。私も大好きで、見かけるたびに2、3袋買っちゃう。紙パックのストレート系。濃くて美味しい。毎年夏によく買ってて、冷蔵庫で冷やしてガブ飲みしてます。オレンジ色のパックのやつですか？あれ美味しいですよね。私も常備しています。そうですー。めっちゃ美味しいですよね。わかりますー。ハマってます。ジャンナッツの紅茶。アールグレイとセイロンをよく買います。これ香り強いからお菓子作りで重宝する。私は大のアールグレイ好きだが、これの香りが苦手だった。ちょっと人工的というか、ベルガモットの香りではなかった。これのダージリン買ったら濃くでなくて薄すぎてダメだった。セイロンは良かった。キャンディース、紅茶に入れるやつ、最高。氷砂糖のシロップ漬けだっけ？インスタとかで流行ってたね。紅茶に入れるとアールグレイの香りになるやつだよ。そのままキャンディーとしても美味しく食べれます。あと瓶の入れ物もおしゃれです。食パンに塗って焼いたらカレーパン。辛口だけどそんなに辛くない？私も思った。前から売ってる従来のものと、この辛口を2枚焼いて食べ比べたけど、そんなに変わらない気がした。美味しいけど、パンに塗ってトースターで焼くと部屋に匂いがとても充満するから気をつけて。私は家族に臭すぎると文句言われました。買ってみたいけど、これ焼くとトースターが臭くなると聞いて試せないでいます。4月頃に台湾フェアやっていましたが、私はミルク味のパイナップルヌガーのお菓子買いました。甘くなくて美味しいよ。
ヌガー食べてみたくて買ったけど、近所は2店舗ともマンゴーとクランベリーしかなかった。マンゴーも美味しかったけど、パイナップルが良かった。台湾フェアでたくさん出てるレンジで温めるおこわ美味しいよ。ソフトマフィンクッキー。カントリーマーム好きな人なら絶対ハマる。注意、甘くて脳天割れそうになった。ご注意くださいませ。やっぱりカルディといえばタダで飲めるコーヒーよ。疲れて喉が渇いてる時にほんの少しだけ飲むからうまいんだよな。わかるわかる。あの量だから美味しいと感じる。甘いもんな。カルディって味、他で飲むコーヒーの味とは違うよね。コロナで中断したコーヒーサービスを再開させたカルディすごいと思う。そのまま終了と思っていたから。コーヒーなかったら店に寄らずに素通りしたり、コーヒーもらったら一応は商品見たり、無料で悪いと思って何かしら買う人もいるんじゃない。多分ないより売り上げはいいから続けているんだと思う。だよね。あの甘いコーヒーをゆっくり飲んでぼーっと涼んでる間に生ハム買おうとしちゃうもん。私の場合、まずコーヒーを受け取り、お菓子コーナーをじっくり見回します。あれ万引き防止のためなんだって聞いてすごく納得したわ。え？そうなん？なんかすごい納得しちゃったよ。コーヒー片手に持ってたら、素早く商品取れないからね。カルディはお店行っても商品が多すぎて、何買ったらいいかわからなくなる。目的を持っていくべき？いや、復活したシーンのコーヒー飲みつつ、うろうろして出会いを大切にすることもありよ。目的を持って行っても店に着くと、目的を忘れて何も買わずに帰ってきてしまう。以上となります。皆さんは最近カルディで買って良かった商品はありますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。